ビジネスコーナーのお客様は完全廃業となった実家の酒蔵を21年ぶりに復活された伊藤家9代目伊藤勝さんです。こんにちは。今日はどうもありがとうございます。先ほどはですね、学生さんが新しくこう起業するというスタートアップの、ね、お話をお聞きしたんですけれども、伊藤さんはですね、それとはまた違って2000年に廃業されたところの伊藤家の9代目ということでですね、その酒蔵で有名だった四季島というお酒をね、復活を成し遂げられたという方なので、はい、同じ企業といってもね、ちょっと違う形かなというところ で、ね、今日は、ね、ぜひその対比できていただきたいなと思って お越しいただきました。ありがとうございます。それが四季島という。そうですね、はい、こちらが三重県の名張の福持酒造場さんというところで、うん、タンクを借りて作らせていただいた、はい、四季島となっております。はい、まだ生まれたて。そうですね、去年と今年2期にわたってタンクを借りて作らせていただいて、うん、借りてたのであまり量はないんですけど、おかげさまでただ応援してくださる方たくさんいらっしゃって、うん、そうなんですか、はい、売れてしまいまして、うん、まずこの四季島という名前の由来というのをお聞きしていいですか。はい、ありがとうございます。うん、こちらの四季島、うちのもともと伊藤合資会社というところで作っておりまして、はいはい、天明8年創業、はい、で1788年創業なんですけども、その頃江戸でお酒が不足しておりまして、はい、で江戸で売るために当時江戸に人気だった元堀宣長 の、はいはいはい、久野一節から取っております、はいはい、四季島の大和心を一歩あば朝日に酔う山桜花という句があるんですけども、はい、その枕言葉の四季島から来ております。あ、そうなんですか。はい、じゃあ、まあ、今再建されるということでですね、はい、ちょっと新しい工場なんかも含めて、はい、公開していただく動画を作っていただいたのでそれをご覧、ね、いただきながらまたお話を伺いますか。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ動画をお願いいたします。はい、まあ、ナレーションも、ね、していただいてるんですけど、また生でこうさせていただきながら。そうですね、こちらが書いてある通りなんですね。平成5年にうちの会社までやってた頃に平成12年に酒造りのために建てた場所ですね。今後はこちらでまた書いてある通りですけど、酒造りをやらさせていただこうと思ってます。まだ工事中だね。そうですね、こんなの見せていただいていいんですか。大丈夫だと思います。本当に7月から工事入ったばかりでして、本当にまだ基礎の基礎を今やっているところですね。でこちらが昔酒蔵だった場所です。すごい広いですね。そうですね、もともとうちの会社というのが、中部地方でもかなり最大規模の酒蔵でして、非常に大きいこの木造の建築物がまだ残っているような形になります。この地域に人が来るような、ここはタンクが昔仕込みのタンクがずらーっと並んでた場所になりますね。そうなんですか。はい、でこちらが仕込みのなどを行っていた場所でして、いろんなものが例えば釜だったりとか、でこの中庭みたいなところも残ってたりして、これ右が蔵です。あと室ですね。この中で今も引き続けているのはこの井戸です。でまだ現役なのがこの井戸ということで、まだ元気で すごい量の水が出ております。先ほどの井戸の水です。そうですね、7割が水ですか。そうですね、検査もして飲料化というようなものになってますので、うん、非常に綺麗で、酒造りに適した水かなと思ってます。あ、はい、そこで四季島が四季島ですということなんですね。はい、こんな今オクラがあったりとかということなんですけど、はい、小さい頃はまあ、こちらではなくて、うん、名古屋の方に住んでたんですね。そうなんですか。はい、両親がもう結婚の時から名古屋に住んでまして、本当にこのテレビ塔の近くなんです。そうなんですか。はい、なので今回この番組に呼んでいただいたというのは非常にご縁も感じますし、ちっちゃい頃から見てたところにこうやって出演させていただくというのはすごい嬉しいですね。そうなんですか。はい、じゃあ、まあ、ご実家とかおじいちゃまのところとかに行かれた時にこちら の、はい、ところに行かれて見てたということですかね。そうですね、酒造りに関しては、うん、
行っちゃ危ないというのと、やっぱり雑菌などの関係があるので、うん、なかなか入れさせてもらえなかったんですね。そんなもんなんですかね、はい、ただまあ、 おじいちゃんの家に行くっていうような感覚で、うん、すごいところに行ってたような、うん、形になります。で、まあ、その中で、ね、もう廃業されたのっていうことで、はい、まあ、大学を卒業されて、まあ、サラリーマンになられたんですよね。はい、そうですね、11年働きました。うん、あ、そちらの方でということで、はい、そんなサラリーマンを してた正瀬さんがですね、はい、なぜこの再建をしようというふうに思われたんですか。あ、そうですね、うん、一番のきっかけは祖父の死というのがきっかけでして、ね、2014年に亡くなったんですけども、その時に寝ずの晩、葬儀までに火が消えないように寝ずの晩を行う風習がありまして、ね、でその晩を行ってた時に祖父の亡骸の隣で飲んだ昔作ってた酒が非常に美味しくて、ね、で あのような建物も残っている中で、うん、この美味しい酒をやめてしまった、うん、で死を感じて初めて生について考えたんですね、うん、生きるということ、うん、で私9代目ということで一応代々やっぱり続いている、うん、で祖父がいなければ父もいない、父がいなければ私もいない、うん、そういう中で今後も僕自身が、うん、今後の世代につなげていくためには何をしたらいいのかというところを考えて、うんうん、その結果酒造りをもう一回やってみようということで、うん、決心をした次第です。すっごい一大決心ですよね。そうですね、今となったら、うん、知らないからできたことかもしれません。あ、そうなんだ、ね、じゃあ実際にねこう酒を作るときに意識して作ってることは何なんですかね。そうですね、うん、今回の酒についてはお米の味をもう最大限出そうと思って、うん、よく溶けるような味、うん、綺麗な味というよりも、うん、食中酒として、うん、ご飯と一緒に食べていただけるような、うん、お酒を作ろうということを非常に意識はしましたね。はい、じゃあどんな、まあ、そう意識をされたということなんですけど、まあ、そのお酒に関してはということで、はい、まあ、これから展開していかれるとは思うんですけれども、はい、先ほどこの広いどこですか、蔵じゃなくて。あ、そうですよ、昔の蔵ですね。あそこもう本当になんかもったいないみたいなので、はい、ところなんですけど、なんかそこを何かこう考えてみるっていうふうにちょっとお伺いしたんですけど、はい、うん、まだ本当考えているような段階なんですけども、うん、もちろん軸は美味しいお酒を作って皆さんに飲んでいただくっていうのが一番の軸になってます、うんうん、ただその軸で今海外でも、例えば海外の方、うん、で日本国内でも日本酒を飲まれる方っていうのは量としては減ってるんですけども、若い層の方も含めていろんな方に飲んでいただけるような環境になってます、うんうんうん、なのでこの酒をまず作っているところはどういうところなんだろうということを興味を持っていただいた後に、うん、ああいう建物、古い建物もうあんな大きいところってなかなか残ってないと思うんですよね。ですよね、はい、うん、なので建物も将来に残す、うん、この僕自身がこうやって受け継いだ理由というのを考えた結果、うん、それを残したいと思ってます、うん、はい、なので残すためにもという点で、うん、また日本の文化をいろいろ体験していただくためにも、うん、そういった文化を体験できるような建物、施設というものにしていきたいと思ってます、うん、まあ、例えばなんですけども、うん、まあ、あくまでまだ考えているような感じなんですけど大丈夫です、はい、やっぱり描かないと、そうですね、実現しませんから、どん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 大きく発信することにちょっと自分のプレッシャーも兼ねてなんですけども、うんうん、例えば、チタでしたらチタモメになったりとかそういうものもありますので、うん、そういったものを体験できたりだとか、うん、あとは、まあ、知らない方はショーを体験できたりだとか、うん、それと発酵のものも日本のすごい大きな文化、うん、特に知多半島は発酵の文化ですので、うん、そういったものを何かしら体験できるような、うん、施設、うん、そういったものを集めて、皆さんにいろいろと日本の文化というものを感じていただきたいなと、うん、でそういったことで日本の全国、そしてできれば海外から、この愛知県に人が来ていただけるような場所をぜひ作っていきたいなと、うん、思っております。素晴らしい。ありがとうございます、ね、本当にこの日本史から始まりということで、まあ、日本の素晴らしいところ、いろんなこうね、そうですよね、含めてということで、はい、いろんなそこで体験できる、まあ、じゃあテーマパーク、そうですね、うん、今回の動画には映ってないんですけども、古い家なども残ってまして、例えばそちらもできれば旅館とかにしたいなと思って、で泊まることができれば、うん、酒蔵の蔵人の生活というのは、うん、朝早くから始まったりしますので、うんうんうん、やっぱり泊まっていただいた方がそのフルに蔵人の体験だったりとか、うん、そういうところできることができると思うんですよね。 うん、なのでそういった面も含めて、日本の文化というか、うん、そういったものを経験していただけるような場所、うん、
こういったものをトータルで考えていきたいと思ってます。亀崎、まして、その先には亀崎という場所、半田の、そういったものがより今後発展していくような、でその結果愛知県全体がまた愛知県全体は酒蔵非常に多いですし、発酵文化というのは、あ、そうなんですか。そうなんですよ。まだ30後半ぐらい酒蔵ありまして、そうなんですか。日本の県の中でも多い方なんですね。でまた例えば味噌ももちろんそうですし、あ、はいはいはい、発酵の文化というものが、はい、世界の方々、日本の方々に、うん、知っていただけるような、うん、一個のきっかけ、にランドマークになればなと思っております。なんか素晴らしいですね。半田にそんなのができるということです。できるように頑張る。もうこれ言っちゃったからもうやるしかないってそうですね、はい。まあ、やっぱりね、これね、本当に若い力だからできると思うんですよね。はい、そろそろ、うん、若いです。若いもうぜひぜひこれから本当に若い方にね、はい、本当に名古屋、愛知県、もう本当にね、日本を盛り上げていただきですね、はい、そのテーマパークも世界からいっぱいお客様が来ていただける、 そうですね、そんな、ね、テーマパークになるように。日本の文化というのは世界にも誇るものだと思いますし、ね、独自性というのはやっぱり強みにつながると思ってますので、うんうん、それでは発信できるような、はい、でまたここで名護チューブからもこうやって発信できるような、もうね、この未来タワーから世界発信を、はい、世界発信をっていうかもうやってるんですけれども、実際にね、もう世界から海外から見てるよってことでメッセージいただいたりしてますので、はいはい、もっともっと名護チューブから世界発信の中でですね、はい、ぜひ敷島さんとそのね、はい、日本の文化がね、体験できるテーマパークで半田市に来ていただくということですね、はい、そうですね、ということで、まあ、ますますこれからも頑張っていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます、ね、はい、もう皆さんで、はい、ぜひ応援していきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。